加藤です。今回は、総裁選後ですね、つまり新しいまた安倍改造内閣ができるわけですから、国際情勢について概括的なお話をさせていただきたいというふうに思います。これは前回述べたこととちょっと半分ぐらいダブルかもしれませんが、その後進展があった部分を付け加えてお話をさせていただきたいというふうに思います。やはり日本にとっては朝鮮半島というのは明治維新以来、今年でちょうど150年目ですけども、やはり朝鮮半島の動向というものは大変日本の安全保障に重大な影響を与えたという意味では、朝鮮半島絡みの情報というものはやはり一番の関心事でなければならないというふうに思っています。まあ、そういう意味では6月12日にシンガポールで行われた米朝首脳会談というものは、この朝鮮半島情勢に大変大きな影響を与えました。それでトランプ大統領はまもなく、もう一度2回目のですね、米朝首脳会談を開きたいということをおっしゃってますから、それが11月6日のアメリカの中間選挙の前か後かというのは分かりませんが、近々に行われるということのようであります。ただ私はこれも前回申し上げたかと思いますが、6月の米朝首脳会談については、私はアメリカ側の勝ち負けという言い方がおかしいですが、アメリカ側の失敗だったというふうに私は未だに思っております。アメリカ側はこの時の米朝首脳会談の前には、完全かつ検証可能で不可逆的な北朝鮮の非核化ということをで合意するんだというふうに言っていたものにもかかわらず、この時の首脳会談後の記者会見、あるいは合意事項を見てもですね、これらのことが全く出てこないということ、つまりトランプ大統領が金正恩に対して詰められなかったということは、私は大変問題だというふうに思います。それどころか、この、完全かつ検証可能で不可逆的なというのは、頭文字取って CVID と言うんですが、この CVID という言葉もその後使われなくなった。北朝鮮側がそれは非常に強く反発しているからということで、 CVID そのものも使われなくなった。これが象徴していると思うんですね。したがってアメリカ側が目標としていた北朝鮮の完全非核化ということの定義すら未だに合意していない。それで交渉を行っているということですから、これは私はその時に言ったと思いますが、交渉は完全に北朝鮮ペースになっている、これは否めないのではないかと。これは後で申し上げるように、つい先日行われた南北首脳会談の結果を見ても、完全に北朝鮮ペースで行われているということは、この米朝首脳会談は仮に5年やろうが10年やろうがですね、北朝鮮が完全非核化することはまあありえない。これも当初から言われたことでありますけれども、死ぬもの死ぬもの言って、結局北朝鮮が小出しにしてきた、それをめぐってアメリカが翻弄され、結局のところ、北朝鮮が、例えば大陸間弾道ミサイルですね、 ICBM その他そういうものを本当に完全に廃棄するなどということにはおそらくなり得ないだろうというふうに、私は思います。それだけではなくて、6月の米朝首脳会談の後もですね、アメリカはいろんな軍事衛星を北朝鮮上空に飛ばしておりますが、4秒以外の秘密のウラン濃縮工場が、これ、平壌の近くにあるそうですが、稼働させているということが、確認、されておりますし、それ以外にもアメリカ側は北朝鮮がミサイル工場の拡張工事を行っているなどという情報を掴んだというふうにも言われております。やはりトランプ大統領の爪が甘かっただけではなくて、その時に例えば近い将来の在韓米軍撤退のことまで、言及するなど、言わなくていいことまで2つ3つ余計に言ったということまで踏まえると、
私が疑っているのは、アメリカが本当に北朝鮮の完全非核化ということをできると思って、首脳会談に臨んだのかどうか、私は非常に怪しいのではないかなというふうに私は思っております。トランプ大統領はあの時の会見でも、北朝鮮の非核化という言葉じゃなくて、朝鮮半島の非核化という中国や北朝鮮が使う言葉をトランプ大統領自身が使っている。それはどういうことかというと、朝鮮半島の非核化といえば相互の非核化ということであり、北朝鮮が一つ譲ればアメリカも一つ譲るというふうなことになるわけですから、これは在韓米軍に、撤退につながる、それは大統領自身がこのことを使ったということですね。でそれ以外にも米韓合同軍事演習の中止ということを言ってみたりしているわけです。そうすると私の疑いは、トランプ大統領はそもそも最初から北朝鮮の非核化などということはできるというふうに思ってないのではないのかというふうに私は疑っているんです。つまりどういうことかというと、最終的に米軍は北朝鮮への攻撃を意図しており、そのためには、他のことはもうどうでもいいというふうな考えているんじゃないかというふうに私は疑っているわけなんです。つまりどういうことかというと、ある時点でアメリカ軍が北朝鮮を攻撃することによって、まあ、そういう意味では大きな成果が起きる、しかも劇的な成果が起きるわけなんですが、それが例えば、トランプ大統領が大統領としての再選直前となる2020年秋ごろにそれが仮に行われるとすれば、その年の11月に行われる大統領選挙はおそらくトランプ大統領は大きな支持を受けて再選されることにおそらくなるでしょう。そうなると在韓米軍は、兵隊だけで、現在、ソウル周辺に2万8000人います。家族その他を含めれば10万人近いアメリカ人がいるわけなんですね。その彼らを米軍が北朝鮮攻撃すれば、当然北朝鮮側は反撃して、ソウルはおそらく火の海になるでしょうから、その前にアメリカ軍将兵及び家族を韓国から撤退させると、引き上げさせるということをひょっとしたら狙っているんじゃないかと、そのためにそういうことを言い出したんではなかろうかというふうに私が疑っております。これは単なる推測にしか過ぎませんが、そうでなければアメリカ側のあの交渉の仕方の拙劣さといいますか、非常に私はおかしいんではないかなというふうに思っています。いずれにしても当初期待された北朝鮮の完全非核化ということは極めて困難な状況にあるというふうに私は考えなければならないし、あるいは残念なことですけれども、このままいけば日本が北朝鮮が拉致被害者の拉致被害日本人を取り戻すことも非常に厳しくなるんだろうというふうに、思います。その辺のところはもちろん、まもなく安倍総理が金正恩とどこかの時点で日朝首脳会談を開く可能性は高まっておりますが、仮にこれが実現したとしても、拉致問題が一挙に解決するというようなことにはおそらくならないではないでしょうか。まあ、いずれにしても在韓米軍が仮に近い将来撤退すれば、それはイコール北朝鮮と韓国の統一国家、ないしは南北の連邦制というものは成立するということになるわけです。その場合日本にとってはこれは悪夢としか言いようがない状態に陥るわけですが、この統一国家、南北統一国家は日本に届く中距離核ミサイルを保有したままということはほぼ間違いないでしょうし、そうなると日本の防衛ラインは38度線から対馬海峡まで下がらざるを得ないということにまたなるわけなんです。そうしますと我々の先祖は、150年前から朝鮮半島の赤化、つまり共産化ということをなんとか避けるために、
避けようと日清戦争あるいは日露戦争を戦ってきたわけなんですが、これらの永遠とした努力は全て水泡に帰してしまう、その恐れが十分にあるということにつながるわけなんです。じゃあどうするかというと、もちろんアメリカと共同してこれで対抗するということになるわけなんですが、しかし私はこれも正直言って在韓米軍の撤退ということが本当になればですね、アメリカ軍の東アジアにおける非常に力とか存在感というのを一気に低下することになるわけですから、私は日本自身が国防というものをもっと力を入れて北朝鮮と対峙するだけの力を早急に持つ必要があるのではないかなというふうに思っております。もちろん通常兵器として長距離ミサイルあるいはステルス性の戦闘機あるいは爆撃機空母等々通常兵器で備えるということもあるでしょうし、私は加藤個人としては核武装の可能性についてもきちっと検討すべきではないかなというふうに思います。要するに自分の国は自分で守る、自分の手で守るという大原則に立ち返ってなければ、私は北朝鮮あるいは統一朝鮮に日本が対峙することはできません。あるいはその後ろにいる中国に対峙することなどはできないわけなんです。アメリカと日米安保条約をこれを切るということはありえないにしても、アメリカの力が相対的に弱っていけば、これは日本自身でこうなんとかしなければならない。私はそういう意味では、そろそろ専守防衛非核三原則などというものは転換して、日本自身で自国を守る体制に転換するときは来たのではないかなというふうに私は思っております。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。